江戸山口の大江戸日記。思い出の渚のイントロでございますね。これ12弦でやってるんで、ヤマハのね、あのブルージン時代ヤマハがブルージンモデルを作ったんで、メンバー全員ブルージンモデルなんですけど、寺内さんと加瀬邦子さんだけは浜松の工場で特注だったの。このイントロはこの12弦がこれがいいですね。さあ今日は、オイド日記はワイルドワンズのお話でございます。この思い出の渚はね、今でも永遠に残る曲じゃないですか。で、GS 大会がなんかあると必ず全員で合唱するんですよね。俺この歌で好きなのはコードの展開。これね、なんか代々木上原のご自宅で加瀬さんと集まったメンバーがこうやってなんかレッスン、コーラスの練習して、で、終わって夕飯、お母さんが一緒だったんで夕飯作ってくれるの待ったらテレビ見てて、そしたら加瀬さんなんとなくギター弾いてたら、あれ、なんか曲みたいなできそうな気がしたので、メンバー3人に先食べててって言って自分の部屋行ってパッとある程度できたからって言うんで、オープンリールのテープに入れて、で、食事したで、その時なんか東芝からね、レコードデビューが決まって、なんか作んなきゃいけないっていう時での話なんですよ。で、3、4曲作ったらしいです。で、思い出の渚ってタイトルじゃなくて、オリジナル A ってしてた。それをができたと。で、島さんに聞いたら、ベースのなんかポロポロ弾いてるの聞いてて、ブルースターのコード弾いてんのかなと思った。したら曲できたよって言ってみんなで聴いていってたら、あれ、これがオリジナルなんだ。で、詩はみんなで寄せ集めて、そしたら鳥塚茂樹氏の詩が一番良かった、多くて。で、それにプラス詐欺、波に向かって叫んでみてももう帰らないあの夏の日っていうのを加瀬さんがつけて、ほんで詩の分量多かったんで、作詞は鳥塚茂樹、作曲加瀬邦彦にしようと。で、その後3曲、4曲作ったのは、みんなが詩を寄せ集めて作ったのは、作詞は全部ワイルドワンズになった。あ、そういうことですね。このコードの好きなとこは、半音進行のとこです。君を見つけた循環。この渚に、一人たたずみ、この後ルームに色した川、ここいかわいい方も忘れはしない、これいつまでも、ここのここがおしゃれだ、おしゃれだなと思って、俺ここが大好きなんですね。そうそうそう、これね、実はオーディションだったんですよ。プロの人を引っ張ってくるのは嫌だと。なんかこう、ちょっとトラッドな感じの、IB が似合うような、新鮮な若者でアマチュアから引っ張りたいって言うんで。で、探してたの。そしたら、ヤマハで楽器をとにかく、道玄坂のヤマハで、今度はこういうバンドを組むんですけど、楽器をスポンサードしてもらえませんか？え、全部ですか？みたいになるじゃない。だからドラムからベースからギターからね、アンプを全部含めて、で、とにかくまあいいと、ブルージンズ時代お世話になってますから、ね、ブルージンズモデルでね、だったらとにかく提供しましょうと、その代わりいい窓作ってくださいねって言われて、今度メンバー探しに行って、で、ドラムで歌えるやついないかなってしたら、情報が入って川崎にフロリダっていう、まあ、ゴーゴークラブがあって、そこで出てるのがなんかドラム歌ってますよって情報があったんで、ブルージンズ時代のマネージャーのガンさん、村上のガンさんって言うんですけど、アランドロが家に来た時にボディーガードやったような人、このガンさんとしては、カスさん曰く川崎ってちょっと柄悪そうだから一人で行くの怖いから、で行ったんで、やってるの見てて、ああ、なんか使えそうだな、これが上田芳恵君なんだ。
で有楽町の喫茶店で待ち合わせて、で本名は大串康弘ですと。で名前は知りませんけど、もしこのバンドに入るなら上田義明にしてくれませんか。え、なんでって言ったら、いや大串康弘じゃんかね、焼き鳥屋みたいで嫌じゃないですか。でじゃあ上田義明ってどっから考えたの。いや友達の名前借りたんです。いやそんなことして大丈夫なの。いや本人の了承取ってます。で上田義明、先々さ、もしワイルドナンザが間違って売れたらさ、その借りた名前の人、おいお前と同じ名前のやつがワイルドワンズでドラム叩いてるぜってこと、まあでも分身みたいな感じでいいかみたいな話になるじゃないですか。で最初に決まったのが上田茂明さん。でその次に立教 の女の子が、立教大学のブルージンズのファンでしょっちゅう加瀬さん見に来てた、その子たちが、いや実は音楽軽音楽部で、カントリー歌ってるちょっとねジャニーズの青井照子さんに似た人がいいんですけどどうでしょうかって、で取り付かして会うわけ、清廉潔白って感じで折り目正しく。で麻布十番石橋のクリーニング屋さんの息子で、お兄さんいるんだけど兄貴はまだクリーニングするかどうか分かんないんで自分がつかなきゃいけないかもしれないけど、もう夏休みに入るからその間だけもしあれだったら参加して、で入るかどうか考えますみたいな状況で入ってきた。そんで困ったなと思って、今度は平凡パンチでブルージンズの加瀬邦彦さんが新しいバンド組むんで若い人を募集してる、新メンバー募集、100人ぐらい来たらしいですよ。でその中の一人にベースマンがいて、その一応揃ったじゃないですか、ベース、あ鳥塚氏のギター、加瀬さんリード、ドラム上田君で、レッスンしてたらしいんです。コーラスの西小山かなんかの先生のとこ行ってね、でもなんかいまいちこのベースシストがちょっとプロかじってたようなとこがあって、ちょっとこれっぽい感じがして、俺が作った曲もいっぱいあるんだけど他のやつにはあんまり歌わせたくないんだみたいな、で加瀬さん聴いたら大した曲じゃねえなって曲ばっかりそうこうしてるうちに合宿しようと思ったって、合宿はまあ僕知ってるんですけど F さんっていう人で、加瀬さんの高校からの同級生で、で伊藤のあったでっかいホテル伊藤への大株主だったんで、そこの地下のバーが昼間空いてるからそこでどうだって言って、合宿一月とか二月とか OK だよって話になったんで、もう合宿に行かなきゃいい、でもベースどうしようかなと思った時に慶応の後輩が大学の、いや鎌倉にねこういう人がいるんですけど、なんか加瀬さんに合ってんじゃないかなって言うんで、島雄一、雄一は英雄の雄に一、弟が島英二、英語の英に二ね、で東急文化会館と渋谷の駅前のとあそこの1階のユーハイブって喫茶店あるんですよ、僕も結構使ったけど、 そこで待ち合わせて、加瀬さんに来て、島さんが来て、兄弟お兄さんばっかり喋るんだ、で弟の英二君は全部ずっと下向いてる、一言も喋んなかった。散々喋って、さあって御苑スタジオで新宿のレッスンするってんで、当日来てねって言ったら、弟の英二氏が来たんで、加瀬さんがびっくりしたね。あれお兄さんが来るんじゃなかったのって言ったら、いや、兄貴はドラムなんです。僕はギターです。あ、そう。いや、だけどね、ベースなんだよ。え、ベースですか？大丈夫。弦が6本で、ベースは4本だから、なんとか弾けるだろうみたいな。したらなんかメンバーとも気が合うんで、よしって次の日から合宿、伊藤へ。ワイルドワンズはもちろんこの大活躍してる頃っていうのは俺はアマチュアじゃないです。浪人して大学入るの入れる、大学行ってすぐならバンド組むんですけど、でもうワンズはメジャーです。で俺は自分で芸能界デビューした後で俺がこのエレキ関係結構同い年一本とか寺内大ミュージックコーナーとかいろんなことやるもんだから、 GS もめちゃくちゃ詳しいから、ワイルドワンズと営業って言うんですけどね、ショーをもう随分やらせていただきましたよ。例えばディズニーランド出てこねえのかよあそこの浦安のヒルトンでやったりとか、あっちのどこどこ地方行ってやったりとか、浅草のお祭りにも出たりとか、とにかく出ましたね。そうそう、大体俺が出てって司会も兼ねてるんですけど、こうやってエレキネタやるじゃないですかね、なんかこれはどうのとかやって、お客さんを笑わせしておいて、そんで紹介して終わりだとか出てきてバーッとやると、そのステージで俺今度呼ばれて2曲ぐらい弾くんですね、そういうステージやった。
おかしいのはあのワンズだけでやる時もあるんだけど、サポートメンバー入れて上田くんが前に立ってやる時もある。で、加瀬さんはやっぱりジミーときたってマウンテンプロレスで勉強になったように、あの演奏だけじゃダメだ、ステージングっていうのは面白くなきゃいけない、喋りが。だからあのある時どこだっけな、あれ浦安かな、ヒルトンかどっかのホテルでやった時に上田義明が喋ってるわけですね。さあうちのリーダーを紹介しますって言って、え、役者やる時は加瀬大衆、ワンズの時は加瀬邦彦、俺こっちで見ててそれで何考えてたかなと思った。したらいきなりリーダー今日足はどうしたんですか、うん、冷蔵庫に置いてきたみたいな、こんなネタやるわけですよ。で上田さんは面白いから、上田君はもう、1966年デビュー以来テクニックが一つも向上してないワイルドワンズですとか言うで、だから俺も結構ネタやるもんだから、えちゃんのネタくれないっていうか、いいですよって言ったら、テケテケネタってあったんですよ。4通りのテケテケ、シャンティーズ、カリフォルニアの高校生、パイプライン最初に出した、ストラトキャスター、このアンプ、このアンプじゃ似ないんだよ、似ないんだけど、自分のアンプだと本当にステージそっくりに出します。で、アストロノーツはミュートしないんで、こういうなんかあのみたいな感じで、ベンチャーズのレコーディング率は上が詰まってみたいな感じとかで、ライブグリス、ベンチャーズのウェルウェルポペラナンバー、日本の皆さん大好きザ・パイプライン、うん、でこの4通りを弾いて、この4通りの区別がつかない人とは付き合いたくない。だこのネタを鳥塚茂樹氏が やるようになった。で鳥塚茂樹氏はエレキテケテケ博士ってコーナーでやってるんです。そうそうそう。で、あとドラムでワイプアウトやるじゃないですか、あれでこうドラムソロが3回あるんですよ。 でなんかさ、これさ疲れるとかっていうのはやったら面白くないって言ったら、あ、それは面白い、面白かった、一緒にやってんですよ、ステイ見てたら、上あの3回目のドラムソロの時に、まあ、おたちはキッチャンとかってあだ名で呼ぶんですけど、上田義昭、トタンサランタラサランタンタラサランタンタラサランタンタカ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 タ要するに何曲か作ってって、オリジナル A っていうのが思い出の渚になったんだけど、あの安見ディレクターって東芝にいて、冗談じゃないと、こんな曲よりもブルージンズ、前の年にブルージンズで65年出した岩ベイビー、これ売れたんだから、これを A 面にしよう、音源化して、だったらやめますって、カッサーやめてレコード会社からやめますって出てきちゃった。で3日くらいして鍋プロから、お前ちょっとねタレントがそういうことでやめてくれと、マネージャー通してくれと、でもあの加瀬くんの思い通り、思い出の渚が A 面になったから、あ、そういうタイトルになったんですかみたいな、うん、で、あのレコジャケ見たらひどいと、みんなアップの顔がこう後から着色したみたいに、鳥塚氏の唇なんか、ま、赤すぎると、でこれなんだこのジャケットはと、変えてくれって言ったら、10万枚売れたら変えてくれますか、売れないと思ったんだね。あ、だったら買いたいよ。カッサン自身もね、売れると思ってないんだけど、大見え切ったらしいんだ。したらあっという間に10万枚超えたの。予約注文当時ね。ほんで、だからここにさっき出たと思うんですけど、最初のこの4人の顔のアップ。で10万枚超えたもんだから出たのが2枚目のあのシングルジャケットなら、4人がこう楽器持って。そんでその次に夕日とともにをやりたかったと、あの鳥塚茂樹氏があのセンターで思い出の愛さを歌ってんじゃない、ギター君ってこれを変化つけるために、沈む夕日にララララララ夕日とともにっていうのはドラムの上田氏が歌うわけじゃないですか、で割と丸い感じの顔のうん、鳥塚氏に変わって四角でこうどっちかで青を突き出して歌う、こういうこのワンズってこう変化をなんかこれガラッとインパクト強いからって、この2曲目に夕日とともにを持っていこうと思ってたら、
これもそのあのオーディションがあのレコーディングするっていうのを作ったうちの1曲だったの。したらその東芝のディレクターが2曲目はこっちの小さな幸せって曲でいきたい。えじゃあそのインパクトが薄れるじゃないか。だから1曲挟んじゃったから現に言う人ともにのインパクトが薄れたってカスさんはおっしゃってるんですけど、この小さな幸せですごい喧嘩したらしい。カスさんは思い出の長さ A 面にするか B 面にするかと同じように、そんでフォール負けしたって言いましたね60分一本勝負フォール負けで、小さな幸せが 2枚目の A 面になった。で3枚目に優勝ともには来た。これでインパクト薄れた。小さな幸せ全然売れなかったと。でそれトラウマになってんじゃないですか。だからステージやったの 見たことないです俺。自分で作った曲なのにね。そうそうそう、シングル16枚、アルバム10枚出してます。ワンズのメンバーは本当にいいです。なんかこう私学の集まりって感じで、勝さん慶応でしょ、だから、ね、なんか爽やかで、もう上田さんは年一緒なんですけど、もうなんか今でもなんかトラッとでね、志麻さんも感じいいしね、鳥塚さんもいいし、うん、あということで勝さんが亡くなっちゃって、今でもこの3人にサポートメンバー入れて、あのケネディハウスでワールドワンズ月1回やってます。でも今コロナでねこうなっちゃったからね。今日のお茶碗カラオケはですね、16枚出したシングルの最後の1枚は71年に出してる思い出の渚71なんだ。その1曲前誰も知らない、なんか女性が作詞なの。これ多分一般の方から募集したんだと思うんですよ。女の子っぽい詩の歌で、で勝さんが曲をつけました。霧の中の少女という曲。俺はこの曲好きなんで25年前にお茶の間カラオケで作ってた。元気がいい前だな。だサビが一番高いとこはちょっと俺つらいんだけども、そのままでやります。いきまーす。され君のことばかり、いつもそばにいたね。ひとつ部屋に二人楽しかった、あの日あの時、それがなぜ消えたあの命。ちょっとあのワイルドワンズ、まあ、前にも話したと思うんですけど、あんまりほらあのドラムの上田さんの本名は大串さんだとか
志麻さんがお兄さんと一緒に来て一言も喋んないで、勝さんがお兄さんがメンバーに入んだと思ってたとか、まあ、いろんなそんな裏話も含めて、あと一緒によく芸能界俺が入った後、お仕事させていただいてネタ交換しちゃったりとかね、なんか合うんですよ感じが。ということで、なんと15枚目のラストオリジナルシングル「霧の中の少女」。いや、どうだ、お茶の間カラオケですよね。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。